まあ古代の筋肉をガッツリアピールするってことならやっぱり裸ベストだけど、どうもどうも、ド変態じゃねえか、ド変態じゃねえかお前。なあお前、女に対して裸がベストとか言うなよお前。にゃいということでやってまいりました。アメン、アメン。大人も子供もお姉様、ごきげんよう。グモルだ。はい、ということで在任島での一日がスタートいたしましたということですね。まあ、ちょっと久々の在任島なんだけど、俺さ、前から常々思ってることあってさ、俺多分さ、チークに切られてんだわ。多分めちゃくちゃ切られてる。みんな薄々感づいてただろ。だちょっと今日はチークと距離を縮めたいなと思ってんの。俺もやっぱそういうとこ考えてるから、ちゃんと島民代表として何が面白いんだよ。じゃあまずちょっとチークのとこ行こう。やっぱ会話が重要だから、会話することによって距離っていうのは縮まるからね。これはもう現実も一緒だから、もうみんなもそれちゃんと覚えておけよ。チークどこにいるんだろう。あー、いるじゃん。おー、いる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 。わ、ちょっと下げてるだろう。わかった、今のチラッて見たじゃん。ほらチラッて見てんだよ。気にはかけてんだよ。壁感じるだろう、この間になんか透明な壁があるように感じるだろう。ちょっとこれ話しかけてみよう。おいおいチーフ、ようやさ、俺ら久しぶりに会話するような。ほら久しぶりだから話すことねえんだって。ほらやっぱちょっとさ、会話終わった後ほら避けてあっち行くんだよ。距離取りてえんだって。いやこれはよろしくないな。いやプレゼントで怪獣作戦とかも必要なんだけど、まあ一つね考えられることすれば、俺がこれクマの格好をしてるっていうのも悪いと思うんだよな。ちょ、タンタンとはさ、こうやってフィーリングを感じてるよ。お互いにクマっぽいからな。ただあいつはアイザパンダだからクマで、うん、で、まあ、こいつとはさ、やっぱ種族が違うからやっぱ避けてんだわ。あ、だからそういうとこも考えてあげないといけなかったんだよ。でちょっとこいつがビビんねえ格好ってのはエイブルシスターズで見繕ってくるか。おーい、豚、おい何やってんだお前は。おエソ吉じゃんか。なんか久々に話すな。おエソ吉、こいつからエソ吉って呼ばれてんだ俺。忘れてたわ。エソ吉か。お前エソ吉はちょっとダセって。あれもしかして久々なのっておいらだけなのか。いやもう等しく久々だよ。この在林島に関しては。うわ、待て。ちょっとこいつの心の声聞いてしまった。え、お前めちゃくちゃいじられてるけど、お前いじられてさ、ちょっと嬉しいタイプじゃないの。まさかの、こいつ、そうだったの。ちょっとみんなすまん、俺気づかなかったわ。ハムカツ実はいじられるとめちゃくちゃショックだったんだ。へこんでたんだよ。だってこいついじられてなんぼみたいなとこあったじゃん。俺の動画中でこいつをいじらなかったことはないんだけど、そっか、こいつショック受けてたんだな。でその割にショック受けてらそうなんだよな。もうちょっとやってくれみたいな顔してっからな。おう、いいよ、どんどんこれからもいじってやるよ。心配すんなお前ら、こいつ寝ればすぐ忘れっから。あ、そういう都合がいい豚なんだから。まあいいや、ちょっと買うか、エイブルシスターズな。いや、どれがいいかね。あー、チーフが、まあ、ビビんないってとこやっぱ重要だから。あ、まあ、だから怖くない、威圧感がない服ってことだよな。ヒーローは、まあ、威圧感があるな。これはちょっと威圧感あるか。さすがにな。やっぱ頭とかだよな。これか。これ、威圧感の塊みたいなのしか今回セットねえんだけど。威圧感の塊じゃん、こんなやつ。さあ、お前ら最高の服を買ってきたぞ。お前、これ。これぴったりだろ、お前、これ。なあ。純白を俺はこれイメージしてるから、俺はもう真っ白い女ですよっていうのがエソちゃんがな。ああ、これをもう意識してんだから、なあ。おい、豚どう？この格好どうかな？ノーカラーシャツか。トレーニングの成果をアピールするにはそういうシンプルな服が一番だもんな。まあ、古代の筋肉をガッツリアピールするってことなら、やっぱり裸ベストだけど、どうもどうも、お前、ド変態じゃねえか。ド変態じゃねえか、お前。なあ、お前、女に対して裸がベストとか言うなよ、お前。お前女の子をおしゃれする生き物なんだよ。お前ふざけじゃねえぞお前。そのまま脱いだ方がいいとかよ。おい、やりもくかお前。ほら。いや、こいつに聞いた俺がバカだったわ。あ、こいつやっぱ頭脳内ピンクだから。あ、もうあいつやることしか脳がねえ。クソ男の典型だからな。いや、ちょっとこれでチーフに会いに行ってみるか。まあ、チーフからちょっとこの服の評価を聞いてみよう。あ、チーフ待って。消えたぞ。ちょっと待って。待て。もうこの島にいない説あるぞ。もしかしたら。あれマジでチーフ見つかんねえんだけど、さっきこっち行ったよね。こっちかな、こっちの方入ってんのかもしんねえな。あれ服っ子が迷ってんの。あれ、うわ、待って、ちょっと待って、待って、お前ら、ちょっとやばいこと気づいてしまった。待って、ここてっちゃん家の前なんだけど、これは骨、ま、これ、食われたんじゃないこれ、チーフ。可能性あるぞ。食われたな、これな、確実な。チーフの骨じゃないこれ。どうしようかしら、あいつがやったの。まあ茶番は置いといて、
チーフは？あ、いた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 。じゃあちょっとチーフにこの服装見てもらうか。どう？お前のためにこれ見繕ったんだぞ、全身な。どうだ？おい待て、お前らこれはだいぶ深刻かもしれん。待て、俺の服装を見てくれっつってんのにさ、もうあの DIY 作業台の話し始めたからね。そんなに拒否ってんの俺のこと。ひどいよこれは。さすがにお前らこんなことある？いや俺ちょっとショック受けたわこれに関しては。こんなに俺に興味ねえんだこいつ。ちょっとプレゼントあげよう。いやちょっといいものあげようかな。じゃあ真珠あげるわ。さすがにちょっとこれ高いんだけど、これあげるわ。あーいいよ真珠これ、俺の純白の気持ちだから。ああ、あ、真珠が、おいおい、めちゃくちゃ驚いてんじゃん。こんなのに仲悪いやつが真珠もらったらこれ一気に仲良くなっちゃうだろう。あ、来た来た、お返しお返し。あ、プルオーバーウタ、そんなにうぬくそダメだった。それなんか遠回しな服装のダメ出しってこと？プルオーバーウタいいだろう。ちょっと着てみようかこれ。じゃあチーフからもらっちゃいました服を。じゃあちょっと着てみますねこれ。いや真珠と交換だからね。うん、ダセーダセー鉄アンドトモじゃねえかもこれ。ちょっとハッケミーのところで占ってもらうか。これはしょうがねえから。じゃあちょっとなぜかここだけ天気がいいパニーの島やってまいりました。皆さんじゃあちょっとここで、おお待って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 、おどんどん来るじゃん。あ、そっか、もう今9月だからどんどん栗なんだ。今どんどん栗の季節か。よしお前らあれ見とけ、ジジイあっち見てっかんな。今のうちにちょっとジジイの財産奪っとくわ。ジジイたんまり金隠し持ってたわ。ああ、ありがとう、いただきます。じゃあちょっとこれハッケミーでちょっと相性見てみようか、チーフとのな。じゃあチーフ、あーチーフとの相性を教えてくれ。なんか仲ありきすんだ俺。ああ、水晶に聞いてくれや。はい、しろよ。はい、しろ。お前、現代の若者はな、せっかちなんだよ。まったり待つとかねえんだから、お前、なあ、おじゃる丸の教訓なんて生かされてねえんだぞ。まったりまったりまったりな、つってな。よし、早くしろよ。ああ。来たか？はい、来た。チーフ。お、どう？お、どう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 ？うん、あ、え、仲間として十分認識してる。あ、認識、認識ってどういうこと？あ、こいつなんかいるな、みたいな。なんか見たことある人ぐらいの認識なのかな？うん。ああ、やっぱそうだ。あ、丁寧なコミュニケーションを積み重ねると良いでしょう。って。おい、ちょっとなんか金玉寄ってきたぞ、お前。あいつ避け、あいつ避けさせろよ、お前、金玉、あいつ。あっち行けよ、お前は。じゃあまあ正直あんま仲良くなかったよ、やっぱ俺の思った通りだわこれ。あ、来た、これやるか。ちょっと祈ってもらおうかな。うん、いくら？いや100万いかなきゃ。いけるいける、1万ベルか、いいだろう。あ、さっき100万パクったから。あ、じゃあちょっとよろしく頼む。じゃあちょっとこれでチート使ってチーフとのな仲を良くするわ。うん、じゃあちょっと祈ってくれや。うん、あ、どうな、あ、待って、俺これやったことねえかもしんねえ。これ、仲良くなるやつ。え、どんな感じなんだろう。早くしろよ。ああ、え、ハモルタ、え、ハモルタ。あ、レーナ・クヨかな。仲良くな、あれだって。あ、これ仲良くなったのかな。お前これ信じてるぞ、お前。これチークと話しかけるから。でも仲良くなってるかどうかもう話でわかんだから、お前これ。ちょっとこれ、なんか、眉唾もんなんだけど、ちょっとチークに話しかけに行ってみるか。じゃあちょっと島戻ってきたんでチーフのこと探して、それでチーフとの相性を調べてみよう。こっちも1万払ってんだかんね俺。あいつ飲みたかってね。うわ汚ね、何日間風呂入ってねえんだよ。お、いた、チーフ、おーおー、俺やんけ、お前それで飲みつきだぞ、お前やめろやめろ、飲みつきだぞ、お前話すな話すな。あ、話しすぎやめた。あ、話しすぎやめたよ。今めっちゃ仲良く話したのにさ、俺が話しかけた瞬間にさ、フランソワとの話やめた。これ俺の方に気があるってことじゃない？やっぱフランソワと、お前やめろお前、汚ねえからお前前立つな、そこで運動すんなよお前。なんか飲み2匹ぐらいついてないこいつ。じゃちょっとマブダチのチーフ俺と話しね。あ、これ昔話なんて仲いいやつにしか話さねえから。
俺がとてつもない財宝を掘り当てたって噂が流れたから、まずこいつ嘘松じゃん、完全に完全嘘松じゃん。もうこれ聞いた瞬間からまた身に覚えがなくて焦ったぞ。よくよく調べたらガキの子に埋めたビー玉を掘り出したって話が元ネタだったんだ。本当はそんな噂も地元に立ってねえのにさ、とりあえず面白い話してから嘘松ぶっこいてるわ。なんだこいつ、噂話面白いよな。どんどんおひれがついてビー玉が財宝になるんだからよ。いやか、いやお前だろ、おひれつけたの。何の変哲もねえ話のおひれつけたのお前だろ。こいつダメだ、長くなったとこでこいつ話つまんねえわ。そもそもが本当に面白いのはな、こういうやつなんだよ。この全身を駆け巡る何とも言えない難しさ、嫌な予感がするわ。かいーん風呂入れ。これあ、取れた。うわ、でけえ。めちゃくちゃ血吸われてんじゃん。あらやだ、私飲み方の取ってくれてありがとう。お前は人気住民の名を返上しろ。お前はこれからな、飲みたかり毒サレ住民だよ。チーフ見ろ、これがな、人気住民の体の張り方っつんだ。そう、このことは二人だけの秘密ね、ルララ。いやもう聞いてるぞ、完全にあいつ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。